ジェットストリーム。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 遠い地平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れゆく風に心を開けば、きらめく星座の物語も聞こえてくる。夜のしじまの、なんと饒舌なことでしょう。光と影の境に消えていった遥かな地平線も、まぶたに浮かんでまいります。これからのひととき、月曜日から金曜日までの毎晩、あなたにお送りする音楽の定期便、ジェットストリーム。夜間飛行のお供をいたしますパイロットは、私、福山雅治です。ジェットストリーム。日本航空 JAL がお送りします。ジェットストリーム。作家が描く世界への旅。今週は作家村上春樹の寄稿エッセイ、遠い太鼓の中から、アテネの章を番組用に編集してお届けします。今夜はその第一夜。遠い太鼓に誘われて、私は長い旅に出た。古い街灯に身を包み、すべてを後に残して、これはこの本のエピグラフに掲げられたトルコの古い歌の一節だ。そして村上春樹はこう書き始める。ある朝目が覚めて、ふと耳を澄ませると、どこか遠くから太鼓の音が聞こえてきた。とてもかすかに。そしてその音を聞いているうちに、僕はどうしても長い旅に出たくなったのだ。1980年代半ば、作家はイタリアとギリシャへ長い旅に出た。今週は作家村上春樹がギリシャで暮らす住まいを見つけるまでの明るく
賑やかなアテネの街での光景である。アテネに来るのはこれでもう3度目か4度目である。アテネといえば実に総人口の3分の1近くに相当する、人口300万も数えるギリシャ随一の都会ではあるけれど、観光客が通常動き回るエリアに限って言えばそれほど大きな町ではない。大抵の歴史的遺物は歩いて行ける距離にあるし、ごく控えめに言っても3日あれば目ぼしいものはだいたい全部見て回ることができる。普通の人はアクロポリスに登って広場でレッツィーナを飲んでムサカを食べて街をブラブラ歩いて土産物屋を覗いてシンタグマ広場でお茶を飲んでリカビトス山からアテネの夜景を見て、その後時間と興味のある人は国立考古学博物館を見物して、それでおしまいである。つまり
来るのも三回目ともなれば、もう見るべきものもないし、行くべき場所もない。僕はアテネのグランドブルターニュホテルに泊まって、そこでバレンティナという女性に会った。彼女が我々に家を紹介してくれることになっていた。
バレンティナが僕に島の菓子屋を紹介してくれる。そんなに広くはないんだけれど、それはそれはもうビューティフルなお家なわけと、彼女は感極まったように僕の膝をポンポンと叩きながら言う。彼女は僕の隣に座っている。我々は二人で並んでグランドブルターニュホテルのロビーのソファーに座っている。この会話は英語で行われているのだが、彼女は何かに感動したり何かを強調したい時には言葉の真ん中の母音を長く引っ張る癖がある。この癖は知らず知らずこっちにも移ってしまう。なんとなく伝染性のある癖なのだ。僕らが話していると尊大そうなホテルのボーイがやってきて、お飲み物はいかがですかと案にオーダーを要求する。でもバレンティナは即座に No と答える。こういう時の彼女の母音の発音はすごく簡潔でキリッとしている。それからね、そのお家の近くにはこれまたビューティフルなビーチがあるわけ。あなたもう絶対そこが気に入るから。バレンティナの年齢は外見からはちょっと見当がつかない。でも二十歳の息子がいるというから、まあそれなりの年なのだろう。ギリシャの中年の女性にしては珍しく痩せていて、そして多くの痩せた中年女性がそうであるようにすごくエネルギッシュである。お化粧も服装もそのエネルギーを吸収したのか、かなり派手めである。僕は彼女とは初対面である。
人々が織りなす時の流れの中で、刹那、輝きを放つ音楽があります。長きにわたり心に届く音楽があります。そして、あなたに驚きと発見を与え、優しく包んでくれる音楽があります。サウンドグラフィティ、Lonely, yeah.
cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi era simpatica e riempiva la stanza di note e di poesia. E tu eri lì con me, che cercavi di insegnarmela. Mi dicevi, hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati il Sud America. Certo che a vedere te sembrava facile. Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te. Ti ricordi quella velina sopra il pettine? Ci cantavo e venivano suoni un po' cazzù. Tu suonavi bilevas dicendo quest'uomo è un fenomeno. Certamente, ma qui ce n'è un altro e sei proprio tu. E stavi lì con me a giocare con la musica. E pensavo la mia vita forse questa qui. Ma tu giurami che un giorno suonerò così. Suoni così bene che mi viene da ridere. Era il tempo in cui cominciavo ad amare la musica e amavo te. Sono grande e un bel lavoro fare musica. Sempre in giro come adesso che sto a Napoli. Se vedessi quanto affetto non lo immagini. E una festa poi sentissi come cantano. Che sorpresa vederti arrivare, ma un po' t'aspettavo. Siediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico. Come questa canzone, chissà se ti piacerà. Dimmi dove sei. Suoni ancora ma belli angeli. E ti siederanno intorno e li farai cantare. Suona forte così ti potrò sentire. Noi qua giù con il naso in su a capire. Cosa sia? Sarà il tempo
dispiace di svegliarti. Forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti. Fra un minuto me ne andrò e non dici una parola. Sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Si muove e la sua mano dolcemente cerca me e nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c'è. Chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante, il mio posto è solo là. Chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante, il mio posto è solo là. サウンドグラフィティ。本日お送りした曲は番組ウェブサイトに掲載しています。ぜひご覧ください。ジェットストリーム。今週は作家村上春樹の寄稿エッセイ、遠い太鼓の中からアテネの章を番組用に編集してお届けしています。もう一度聞きたいという方は無料アプリラジコのタイムフリー機能でお聞きください。
夜間飛行のジェット機の翼に点滅するランプは遠ざかるにつれ次第に星の瞬きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように。高度1万メートルの風に乗せてお送りする大空の乾燥曲ジェットストリーム。お相手は福山雅治でした。ジェットストリーム、日本航空 JAL がお送りしました。